はい、こんばんは、うどんです。今日も信長の野望大使 PK 一向一件続けていきましょう。前回ついに馬屋橋箕輪城を落とし、神津家にいい感じに領土を広げた一騎軍、八幡城を改めて建設し、そして川越に進出しました。川越城は上限が低くて、まさにこれ北から南に進むための鎖とも言うべき場所。ここをぜひ落としきりたいなっていうところで、残り80日の包囲網を続けてる感じで、真田がね、実は微妙に嫌な感じの動きを見せている。結構大きくなっちゃいましたしね、真田これなそりゃうちに来るよね。いやー、でもワンチャンあっちに高遠城、飯田城、星名って武将2人しかいないんだ。これ星名家武将2人しかいないんだから、星名家の方に行ってほしいですね、真田は。あ、ごめんなさい、サムネだけ直しときます、ごめんなさい。多分これね、これサムネがね、僕がね、入れ間違えたな。うっす、今直したんで、多分そのうち更新されるはず。よし、じゃあこれで。そういえばあれなんですよ、前回の配信、昨日の配信なんですけど、なんかその訪れが結構あったみたいで、すいません、僕なんかさ夕方ぐらいに訪れに気づいて、あれって思ったんですけど、まあすいません、これ録画で見てる、録画というかリアルタイムじゃなく見てる方もで、後で訪れに気づいてる方があったらコメント残していただけると助かります。はい、僕がその気づいたら直します。徳川が意外に動かないですね。果たせるか、大地震だ、やべ、直撃じゃねこれ。うおー、マジか、大直撃。うわー、馬屋橋の兵が半減した。これは痛い、これは痛い。かしこまった。ただ地震が直撃したのは真田も一緒。かしこまった。真田も地震が直撃して結構大惨事なはずなんで、まあまあまあ、お互い様お互い様。ただ施設がボコボコになっちゃった。作り直しですね、いろいろボコボコに壊れたな。かしこまった。はっ、うへー、防塁も壊れてる。かしこまった。巡検場はまだあるからいいとして、宿場町、承知、かしこまりました。かしこまった。よし、これで川越城が、そろそろ川越って交渉できないですね。交渉に応じる気配なしか。そうですね、目標は江戸を落とせばクリアかなと思ってました。おお、大地震ついて一気、うへー、大地震一気凶作で米収入が入っちゃったんで、これ徳川動くか、うへー、プラス2700、僕の米収入めちゃくちゃだ今。
もうめちゃくちゃ。割ともうめちゃくちゃこれ。うへえ。合戦の長期化。これはね、徳川とね、講和したいですね、さすがに。これは金助はちょっとそろそろと、いやちょっと保留。我が領内に敵が迫っております。やっぱり動いたか。でも残り8日。よし、落ちる落ちる。川越が落ちる。で、あれなんだ、あー、真田から援軍が来てる。だが川越で待ち受けましょうか。これは立ちはだかるなら打ち砕く。よっしゃ、これで川越でこのまま迎撃しましょう。残り7100というかね、一回ね、徳川ね、これはね、講和していただきたい。かしこまった。お、志果たさずして賞は終えられぬな。大義名分。一気じゃー、じゃあ、あれ、表情を始めよう。あれ、御嶽山の人口が今悲惨なことになった気がする。これにて表情を終わる。これはまずいぞ。ゲチよ。だって兵ゼロだよ今。これは兵ゼロ。これはね、内毛羽によってね、大ピンチですね。内毛羽大ピンチですよ。かしこまりました。10月。金助はもうそろそろ限界なんで寝返らせましょう。口惜しきことです。かたじけない。さて、密約。戦国はそこそこ有能なんですが、まあちょっと放置しましょう。真田がね、かなり真田がかなり忠誠心低いやつを取り込みましたね。志果たさずして賞は終えられぬな。しかしそれにしても徳川方からはなかなか子は来ないですね。あれ、僕今子は出したよね、徳川に。あ、我が結ばれました。どうやら徳川引いたようです。いやー、これで打ちかーい。敵が我が領内に向かっております。打ちかーい。
しかもね、実質徳川から大量に援軍を借りてきてるっていうね。やりおる。上限がどこも高い。これ上限1万3000の戦闘やるしかないな。やりましょう。でも幸いの防塁が残ってるんでどうにかなるはず。確かにね、結局ね、やっと戦争終わってね、民中回復かなと思ったらね、すぐさま次の戦争が始まってしまうっていうね。ゲチよ、これはなかなかこれはなかなか厳しいな。でもこれは勝って唐沢山乗り込んで詫び米ゲットしましょう。そこまでがワンセット。詫び米が欲しい。一着入れとこう。さもありな、さもありな。城主格やっか、しょうがない。この八形城、改名は民衆大動員はマストですから。あ、違う、違う、徴兵号令じゃなくて、国衆徴兵はマスト。一向一揆は切り札に取っときたい。よし、そうそう、迎撃に行きましょう。君はちょっと休んでたまえ。さ、いつもの3人で、いつもこの3本の矢で。後に続け。はい、そうですね、雪村はね、もうさすがに死んでます。雪村と毛利勝長も死んでました。果たさずして、何なんだろうね、そのチョイス。雪村と毛利勝長は死んで、明石と後藤が生き残ってるっていう。侍同士は勝手に殺し合うがいい。待機します。で、そろそろ、そろそろ対名使いましょうかね。まず国衆将兵、皆の力合わせよう。あとは牢石するかな。唐沢山攻略で牢石と一騎したいです。あ、そういえば長塚部森近はね、はい、農民反乱がね、ついに1万規模になりました。ご命令ください。1万規模の1万規模のね、一騎ってね、なかなかですよ。デモ隊ですよ、これは。はっ、貯水池。ああ、そっか。川越に取り手は必須。かしこまりました。さて、相手は27,900。唐沢山の安倍政嗣軍は可能な限り倒そう。安倍政嗣、よし、めっちゃ増えた。あれ、1万4000まで増えた。なんかずいぶん増えましたね。これは全滅させるつもりでいくか。いやー、言うて8450だからやめよう。奈落は作れない。罠を張って張って、見張り小屋も
や、ジンを、ジンからジン、本陣切り込み、OK、そして柵、微妙、OKOK、これでいきましょう。いやさすがにね、あの防塁とね準拳場ガッチガチに固めといたんで、ここはいきます。いやこういう少数戦闘での、ね、国衆素晴らしいですね。始めるぞ。素晴らしい。なかなか。さあまずゴンベがチラ見せします。敵の居所知れましたか。ゴンベチラ見せして、参ります。覚悟は良いか。やりたい、前へ。やりたい、前へ。ご命令ください。行きましょう。ご命令を。やりたい、前へ。このままでは。参ります。いや逃げるか、無理しないでおこう。始めるぞ。あ、というか意外にあんまり良くないな、前へ。このままでは。あ、そっか。始めるぞ。いざ進まん。このままでは。敵の居所見つけた、見つけた、見つけた、見つけた。前へ。ここで本陣切り込みじゃ。ご命令を。始めるぞ。いたたたた、本陣切り込み。うわ、めっちゃ減ってる。このままでは。だが敵の大将も穴に落ちた。参ります。覚悟は良いか。あっとっとっと、ゲッチ、いざ進む。参ります。覚悟は良いか。本陣切り込みにケツ切られたらめちゃくちゃ減りますね。このままでは。ちょっとね、今回ね全滅狙わない。今は引こう。なんだかんだで、あの7000ぐらいいたんで、そんなに被害受けたくない。この志決して砕きはしない。安倍政次の部隊さえ倒せば、安倍政次の部隊さえ倒せば、唐沢山が、ほほう、お、これはちょうどいいタイミングですね。ふふふ、無念だ。今徳川と戦争中じゃないからね、講和が伸びないとか、講和がなかなかできないとか関係ない。ばっこり切りました。後に続け。赤松有馬家、さあ唐沢山に乗っかってやりましょう。31日、これは落としきるか。これはガリッといきましょうか。そうね、ローゼ、対面のローゼキやりましょう。で、何気に米が少ないからね、滅ぼしきってもいいんだけど、ここね上限2万7000なんですよね。いや僕ねこれね、唐沢山を落とすかどうか悩んでるんですよ。あの落としても維持が難しい。上限2万7000、城自体は硬いんだけど、あんまり良くないんですよね。狼藉だけしとこう。皆の力合わせよう。できればね、いや もともと、ほほう、使いの者が来たようです。よし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 。あ、今度は詫び前が入りました。これはいい、理想的な展開、理想的な展開。これで古賀城だな、落とすんだったら。古賀城はね上限6000しかないんですよ。ここも、いや真田か、ここは。あ、いやいや、ちょっと待て、戦わない、戦わないという選択肢。忠誠心回復しましょう。民中を回復します。諏訪、諏訪頼光、
さもありなん、さもありなん、さもありなん。諏訪家の人間ならね、いいんじゃないかな。川越に入りなよ。全く諏訪家と関係ないけどね。もう少しね、あのお家再興できる部署できない部署結構限られてませんか。あら、大雪が、ま、うちにも大雪が。あれれれれれ、表情を始めよう。策がございます。いやー、これはね、なかなか。あ、対名と農業を増やしとこう。いや、対名と論議だな。これにて表情を終わる。悪路走破。対名公案やりたいんだけどな。ご命令ください。ね、滅ぼされた武将、敵の元君主とかだったらお家再興もっと起きるべきだと思うんですけど、一部の限られた武将ばっかりじゃないですか。割と柳生とか主に柳生そう、主に柳、いつも柳生なんですよこれ。野心でけ選んでるだけかな。もうちょっとね、滅ぼされた国の君主とか優先してほしいですよね。織田信長とか武田勝頼とかそういう感じ。はっ、承知、かしこまりました。うん、必要忠誠でそうなってんのかな。かしこまった。林田さんは何だろうね林田さんは分かんない謎ですよね。もう一人の戦国もまた白角薬か。これはね、元君主だから、まあ、いやでも白角薬だって最高じゃないんだよね。ご命令ください。忠誠少しは回復したかな。お、回復しましたね。忠誠回復したんだけど、もう農兵がね、これはひどい。かしこまりました。あれ果てたな。これもうね、落ち武者を雇うしかないですね。はっ、大阪落ち武者という設定のルミンたちを雇うしかない。かしこまりました。かしこまりました。ガッタガタですねガッタガタだな。はっ、ご命令ください。もうこれで忠誠は回復してるんで、次の目標は岩槻城かな。上限1万の岩槻城から野戦一回して江戸城で決戦できたいなそうです、農民代表はあくまで自称。あれですよ、どこぞのメディアが、国民代表って言ってるような感じですよ。参戦。長めにより領内で洪水が。表情を始めよう。農業を増やしたい。お、救済時が光った。これにて表情を終わる。高速行軍、対米公安取りたいな。ゲチオ、
さて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 、かしこまった。は、かしこまりました。次の戦いがね、結構決戦になりそうな気がする。大徳川はでも真田をちょっと本当は一撃どうにかしたかったんだよな。真田を一発黙らしときたかった。徳川戦う前、江戸戦う前に、幕府と戦う前にね、後ろでいらんことしそうな真田に一撃加えたかったんで、やるか。ただ上限はそこそこ多い。はい、そうです。革命はね、インテリが始めるけどね、やがてね、大衆のエゴに飲み込まれちゃうんですよ。というか、インテリいねえ。違う。タゴがね、タゴがきっとね、なんかその、志高いことを何か言ったんですよ、きっと。岩櫃城行くか。岩櫃城に行くか。ゴンベはね、ゴンベは隠蔽じゃないんだけど、タゴがね、きっとね、何か言ったんですよ。チラッ97もあるんで。ちょっと、幕府が動く前に、サードを一叩きしときます。力見るがよい。そうですね、黄金もね、インテリが始めた。黄金もインテリが始めたんですね、一応。まあ、知略108、これはインテリですね。これはインテリですね。はい、実際これね、もう絶対これね、タゴですよ。全てをやったのはゴンベは担がれただけですよ。戦場上限18000、あんまり良くないな。これ何気に真田もあちこち上限多いですよね。これ無理やり真田城に持ってくか。これは中野原に無理やり持ってくか。これで無理やり出陣します。引っ張り出しましょう。で、多分先に岩櫃に、ん？わー、来ちゃったー。しまった。我が領内に敵が迫っております。しまった。遅かった。ちょっとさ、ちょっかい出すの失敗だったかも。まずい。まずい、まずい。とりあえず集結して考えよう。集結して、もう。しまったな。とりあえずこうは。なしなしなし。今のなしよ。今のなしです。承知。川越はね、いや、上限低いです。川越はやるべき。一回解散しよう。一回解散してちょっと兵を残します。多分来るんだったら箕輪城だよね。よし、失礼し、あ、来るのか。来るか。これ幸いかな。これ幸いかな。川越城がしばらく粘ってもらいましょう。すすきだに。中性黄色いけど頑張ってくれ。すまんが、すすきだ兼助が籠城してるうちに箕輪城で迎撃する。上限3万か箕輪城。
ミノワ城意外に上限高いんだな。これ結構厄介だぞ。これね、ちゃんと兵呼ばないと負けるな、これ。はい、初見さんもこんばんは、よろしくお願いします。1万5000、結構フルで戦わないと上限の問題で負ける気がする。ちょっとね、大失敗だったかもしれない。これは全軍で全力で、で今講和中、できればね講和乗ってほしいな。皆の力合わせよう。うん、今送った送った。間に合わないかな、こっちは。講和間に合わずか。やるしかないな。援軍間に合わず。おお、近隣のものすげえ来た。5000人来た。マジか。近隣のもの来すぎじゃね、これ。ありがたいけど。鉄砲。めっちゃ来たね。こっちから来るな。こっちから来る。うん、ちょっとね、勝っても被害が大きすぎる。いや、被害をなるべく減らしましょう。あとは柵を、柵を張りながら逃げよう。いやー、割増加率は固定割合なのかな。今めちゃくちゃ増えましたよね。5000人ってすげえ増えた。信行も来るかな。来るとしたら厄介ですね。さて、間違いなくこっちに来る。ゴンベイをチラ見せしておとりにしてるうちに。ゲチュ、覚悟しろ。始めるぞ、始めるぞ。敵の、ただこの作戦ね、大将がね、おとり挑発を食らったらね、即死するんで、結構ね気をつけたい。覚悟は良いか。そうですね、本願寺の足軽隊。いや、やっぱりね、敵全部結集してるな。ご命令ください。全部密集してるな。当然ご命令ください。これほどとは。お、小松が沼に払って、小松姫がご命令ください。沼でドロンコプレイをしているところで行きましょう。参ります、始めるぞ。あー、統率差か。統率差がありすぎて先行部隊追い抜いちゃうの。先行、罠を探すために先行しようと思ったんですけど。敵の居所知れましたな。ご命令ください。今が好機。わあ、うふ、忍法雲隠れ。死をもって向き見つけたんだが、おい、容赦はせぬぞ。見つけたんだが、ご命令ください。ご命令を始めるぞ。よりとい、おい、参ります。来てるな。
覚悟は良いか。サクが生きてるうちに。クソ、これがね、タゴがね、今回ね、沼に入ったのが痛い。やりたい、前へ。タゴが届けば勝てるんだが。ゲチを始めるぞ。敵の居所知れましたな。容赦はせぬぞ。よし、これは勝った。ゲッチ、いざ進まん。ご命令ください。覚悟しろ、覚悟しろ。 OK、 ゲッチ、後期。奇襲が入った。奇襲が入って、やりたい、前へ。やりたい、前へ。これはもう、これ以上ケツをつつかれないように。我らが力示すは今だ。これは頑張りましょう。知れました。やりたい、前へ。ちょっと逃げようか。覚悟は良いか。お尻を見せるのがあれですけど。やりたい、前へ。やっぱりこれ大将牙にしたくなりますよね。勝負せよ。でそろそろ離脱するんちゃうかな。気をつけないと。助けに来てる。やりたい、行こう。入れよ。覚悟なき者、負けはせぬ。敵の居所、奇襲食らってるけど気にしない。参ります、始めるぞ。このままでは。やりたい、前。どうやら動き出した。やりたい、前。始めるぞ。ご命令を、いざ進まん。容赦はせぬぞ。やりたい、前へ。よし、大丈夫だね。覚悟は良いか。敵の居所知れました。よし、一本釣り成功です。やりたい、前。一本釣りで大将を倒して、我が道を照らしている。十分。で、これからすぐさま南に転戦しないと。で、できればね、これで講和に乗ってほしい。あら、有能堀ちゃんがまさかの、あれ、徳川。まあ彼ら生かして返してやるか、しょうがない。かたじけない。いやいや、あれですよ、なんだっけ、ほら、中世の騎士同士の戦いで、いつの間にかその騎士の戦いが、ほら、お約束化とかルール化した、ルール化し、あ、お約束とかルール化した中で、全くもってルールを破らなか、ルールを守らないやつが強くなったみたいな、そんな感じ。待機します。楠木正成とかね、ジャンヌ・ダルクとかね、そういうよくわからんゲリラ的な強さなんじゃないですかね。後に続け。おお、来た、ごっつぁん。ん、違う、これ僕が払ったもん、しかして払っちゃった。あ、僕が払った結果、これ逆だ。押しちゃった逆だ。逆だった。これはね、頑張ろう。老中方針、いや、兵糧搬入。いやー、野生に勝ったんで、あ、野生に勝ったからすぐ向こうから来たんだと思っちゃった。そんなわけがねっつーのな。ご命令ください。川越は到着まで持つかな。川越は到着まで持つとして、
かたじけない。まあ行きましょう。にこっちも来てるのか。三宿官兵衛ってどうせまたね、明石とか後藤とか混じってるんだろうなみたいな。一向一揆ね、使う機会、使うタイミングが明確にあるんだけど、そこをね、待ってるとね、なかなか。砦が壊れた。砦が壊れたか。防塁もないか。三箇所か、これ。三箇所。相手は持つ4万だが、おこれはなかなか同数か。だが呼んでと。総大将どっちだ。こっちか多分。数が多い。できればね倒したいんだけどな。これからの戦いを考えるとそんなに被害を食らうわけにはいかない。3箇所はなかなかしんどいですね。どうかなこれ。よし。あとに続け。参ります。始めるぞ。ご命令ください。ゲッチ。まず陣地を壊す。敵の居所知れました。おっと鉄砲正面から。明石そして戦闘力がすげえ。参ります。覚悟は良いか。やりたい前へ。やりたい前へ。このままでは。いて嘘。こんなところで早い。ゲチよ。爆破が早い。始めるぞ。今1000とか減った。知れましたな。行く。よしよし逃げましょう。参ります。覚悟は良いか。やりたい前へ。やりたい前へ。よし奇襲が入った。そしてここでおとり挑発。ゲッチ始めるぞ。やりたい前へ。え嘘。心してかかれ。やりたい前へ。やりたい前へ。よし始めるぞ。これはいざ進まん。よしよし数が少ない。勝った。やりたい前。秀忠がうろうろしてるところを捕まえました。敵の居所知れました。まさか。まずは一勝。やりたい前。いやー脳み線に吹っ飛びましたね。このダメージのうち線はね地雷で吹っ飛んだ。今回は解放してやるか。しょうがない。すまねえな。で次は御嶽。いやどっちが早いんだこれ。国峰まで30日、御嶽まで25日。御嶽、いや今国峰に来られると底落ち。いや参ります。途中迎撃。30日か。途中でなんかいい感じに迎撃できないかな。ダメだな。まあ御嶽城で参ります。先に迎撃しましょう。出陣します。まあ順番にやるしかない。いやー厳しいか。
ちょっと、国峰に部分騎乗で国峰に一人返すか、タゴに帰ってもらいます。でその分川越と御岳とから出すか、合流でこれでいきましょう。進みます。やばい、ちょっと集合ポイント間違えた。さて、まあ国見はね、タオが守ってるんでそう簡単には落ちないはず。ご命令ください。この一時攻撃はどうにかなりそうですね。いやー、ここの砦とか全部ぶっ壊されたのがしゃあないんですけど、作り直しです。かしこまりました。砦と防塁と準剣場、砦防塁準剣場は1セット、そして茶屋。そうですね、チャンス、そうチャンスだったんだけどね今。でもまあ迎撃してから考えましょう。待機します。さあまずは御岳城でいつものように、もうねまた御岳城に登ってきた武士たちを転がり落としてやりましょう。殲滅戦で、殲滅するつもりでいきましょう。本陣切り込み、奈落とか音羽挑発も置いて、よし、これでいきましょう。行きます。あ、切れちゃいましたか、タイミングが。いざ進まん。ご命令くだされ。始めるぞ。始めましょうか。ここです。よくやりを入れて、ゲッチ、いざ落とし穴に落ちるのを待って、お、千姫だこのまんまじゃとか言ってますね。やりたい前、やりたい前。こっちも落とし穴に落ちた。落とし穴はかぶってる。突きあり、やりたい前。ご命令、やりたい前、やりたい前。オッケーオッケー。引きます。ゲッチ、覚悟は良いか。おっと、鉄砲か。参ります。覚悟は良いか。始めましょうか。いざ進む。これ、ああ、参ります。穴に落っこしてしまった。敵の居所など知れております。いけないいけない。油断した。ここはちょっと金助に引っ張ってもらいましょう。参ります。やりたい前。まさか我らが。やりたい前。ご命令を。いけるかな。始めるぞ。むしろ本陣切り込む。やりたい前。いかん。お互いが掘りまくった落とし穴だらけになってますね。前。ご命令を。やりたい。まさか破れるとは。やりたい前。敵の居所など、まあこれはもう大丈夫でしょう。やりたい前。やりたい前。敵さん殲滅です。やりたい。敵の第二部隊を殲滅させて
やりたい前へ。このまますぐ行けるかどうかはわからない。一回編成したいですね。この志決して砕きはしない。敵軍飛来甚大、大軍を撃破、14,300仕留めて、さあタゴを助けに行きましょう。行きます。後に続け。で、対面を入れましょうかね。さあ国峰城、武将が2人しかいない、武将が2人しかいないんで2カ所しか守れない。これはしょうがない。で対面を入れましょう。国衆将兵めっちゃ便利。皆の力合わせよう。頑張ってる、タオが頑張ってる、タゴめっちゃ頑張ってる。そして到着。これを倒せばね、これを倒せばようやく切り返せる。折り返して反撃に行きましょう。6183が8000。やっぱり2割ぐらい、2割、3割、3割ぐらい。今回は自陣に待ち構えて殲滅するつもりでいこうか。これが、今回の防衛戦では最後の戦いなんで、倒せるだけ倒しましょう。やはり下がろう、下がって、奈落、沼地、鉄砲水、あとは見張り小屋でも置いとこう。いや、陣にしよう。で、あとはガタガタに置いて陣と。これでいいでしょう。なんとか行きます。撃退した後再編成して兵の減ってる城を攻めて、一個一個で即死を取りたいです。覚悟願います。敵の居所など知れておりますが、さすがにこれは入るだろう。お、敵の総大将が入りそう。敵の居所など知れておりますな。参ります。始めるぞ。いざ進まん。取りに行かないとダメか。始めよ。ゲッチ、始めるぞ。お、入った。鉄砲水に直撃、261。敵の居所など知れておりますなら、ゲッチ、始めよ。これ一部隊こっちに向かってんな。やりたい前へ、やりたい前へ。ここは守るのだ。あー、用心したか。用心されるともう敵動いてるからいっか。いざ進まん。奈落に落ちたやつを叩きに行きましょう。やりたい前へ。やりたい前へ。始めるぞ。やりたい前、やりたい前。再配信。我が力思い知るがよい。ごめん。なお 30%。 進まん。始めよ。切り込め。やりたい前。鈴木田さんそれなりに苦しんでるな。やりたい前。まあ言うて B ランクだしな。これダメだな。お覚悟願います。敵の居所など知れておりますな。参ります。覚悟は良いか。う、ちょっと金助がそれなりに前。
戦の仕方教えてやる。お命令ください。滝の目せ、始めるぞ。覚悟は良いか。お覚悟願います。まあちっちゃいやつから潰していきましょうか。ああ、追いかけられてる、追いかけられてる。大畑さんが落ちそう。今は引くぞ。ゲチをやりたい。前へ。一旦引くぞ。大畑さんが落ちてしまった。始めるぞ。采配しよう。心してかかれ。これほど。やりたい。前へ。ギリギリ三部隊入らない。参ります。始めるぞ。ゲチを。まさか。オッケーオッケー。我らが。まあ順調かな。結構被害出ましたが、やりたい。これ采配。参ります。覚悟は良いか。ご命令を。ご命令を。やりたい。どうやら倒しきれそうな雰囲気。この攻め。あの73を、あの73を倒しきりたかったが、どうもそうもいきそうにない。お覚悟願います。やりたい。前へ。沼だ。沼に落ちてしまった。前へ。やりたい。前へ。確かに金助の士気があんまりない。やりたい。前へ。やりよ。やりたい。前へ。我が部思い知るがよい。始めましょう。陣を壊して、あ、ちょっと舞台振りすぎてる。やりたい。前へ。ゲチを。やりたい。前へ。まあこれでそろそろ終わりしましょう。やりたい。前へ。敵の居所。奇襲。あれ、もう一部隊いたのか。いかん。今は引くぞ。もう一部隊残ってたけど、まあこれは大丈夫でしょう。前へ。見落としてました。まあだがこれで全滅。この勝ちが明日を切り開く。兵力1、1。こっちもかなり被害出ましたね。国衆将兵もまあダメージは受けますからね、なんだかんだで。さあ一回これで帰りましょう。一回帰って再編成して出撃しよう。さすがにこれは無理。あれ、このとこに部隊がいる。嫌な予感。志果たさずして賞は終えられぬな。来るの？来るのか。来るんかい。来るんかい。これはもう一回行くしかないですね。いや、逆に今度はもうこっちから乗り越えましょう。兵力700しかいない。しばらく粘ってほしい。60日ぐらい粘ってほしい。繊維的にそう簡単には落ちる。これ落ちるわ。もう行くしかない。美濃和城がね、だいぶ兵が減ってんですけど、もうしょうがない、行くしかない。兵がね、だいぶ厳しくなってきましたね。だいぶ厳しいな。これがね、一気のね、一気が次々に起きて、国内でもだいぶボロボロになってるツケが出てきましたね。行くしかないな。出陣します。行くしかない。台風。いやー、人口がねガッタガタですね。対面やって論議やって、これにて表情を終わる。対面使いましょう。シクロ村長ゲチを。
かしこまりました。増やせる兵はね、結構限界まで増やしてこれなんで。かしこまりました。かしこまりました。まあこれどうにかするしかないな。とりあえず落ちる前に行ければいいんですが。あれ結構間に合わない雰囲気あるな。いやいや急げゴンベ、走るんだ。お、久々に徳川が敗れたな。急いでる急いでる急いでるが、あれ、まあ、あれもう一部隊、もう一部隊来てる。あ、どうやら間に合いそうな雰囲気。次は本田忠智。これ今回は激しいね、敵の波状攻撃。2部隊できたんかい。それだったらもうやることはシンプル。シンプルに柵一つしか作れないか。おとり挑発。陣に釣られてくれるといいんですが。よし、これでいきましょう。行きます。参ります。覚悟は良いか。いや、あのね、講話はまだ、こっちが城に乗ったタイミングで向こうから言い出させたい。さっきね、ちょっとすみません、僕が失敗してサーダーにお米をあげちゃったんで、今度サーダーにお米を取り返したいな。わお、871。敵の居所知れました。そしてお取り調してかかれ。敵の居所知れました。参ります。覚悟は良いか。やりたい前へ。やりたい前へ。わあ、次々に引っかかるな。覚悟しろ。覚悟は良いか。お、これどうやら引っかかり、あれ嘘。やりたい前。やりたい前。嘘。これにて乗らんのかい。今ので乗らんのか。心してかかれ。やりたい前。やりたい前。お互い攻撃されてる状態だがしょうがないですね。覚悟しろ。始めるぞ。始めるぞ。心してかかれ。やりたい前。今の姉乗ってほしかったな。まあどうにかなりそうですね。前。お調子者。参ります。覚悟は良いか。いざ進まん。やりたい前へ。やりたい。しまった。思ったより早い。早い。ゲッチ。いざ進まん。超スピード状況が始まってしまった。始めるぞ。ここは3本の矢。我らが力示すは今だ。牙でしたね、向こう。このままでは。どうやら我らがこういう時のね、逃げ足の速さはね、ほんと半端ないですね。この志決して砕きはしない。予策を返しましょう。予策を返して、お調子者の仲間になりました。お調子者が仲間になりました。これで予策を一回部分騎乗で返して、で川越からすすきださんを出しましょう。その舞台で御嶽城で迎撃だな。これそ
そうね、御岳城でね迎撃すればね、今度こそね敵の攻勢止まるんじゃないかな。合流。集合地点、ここでいいよ。後に続け。あ、もうちょっと兵増やせばよかった。これさすがにこれを全滅させたらさ、徳川の防衛隊あまりいないやろ。もうさすがに。参ります。進みます。ご命令ください。国衆招兵中で作ったばかりの早速ぶっ壊されて、また作り直し、は作っては壊され作っては壊されを繰り返している。かしこまりました。あ、ここもだいぶ壊れそう。もうはっ一回何度目かの何度かの作り直しか。よしよし、志果たさずして勝負を終えられるな。これね、この籠城作戦強いんだけど、もちろんりの施設ねボコボコになるのがねもうしゃないんですけど。待機します。さあ来いや本田忠智。大阪の陣、あれ、そういえば大阪の陣で死ななかったんですね。いやー、しかしね、このね、山のね、少数のゲリラ戦、楽しいな。楽しいけどね、さすがに連戦連戦ですからね。全軍で、絶対に潰そう。本陣がね、結構平野ってよかった。まず、北から来るやつを、足止め。本陣切り返し、いや軍師カンパするか。よし、軍師カンパで行ってみましょう。こんな感じで、行きます。ゲチオ始めるぞ。ゲチオ始めましょうか。覚悟しろ。参ります。始めるぞ。敵の居所知れましたな。参ります。始めるぞ。こっちから先に来るか。このままよっしゃ敵の総大将が引っかかってる。一筋縄ではいかねえか。ここで軍師カンパ入れましょう。軍師カンパは、防御力上昇どれくらい上昇するか。鈴木田さん65。我が知略を持って軍師統括隊を補佐します。これ通知として上がってますね。めっちゃ上がったな。125にまで防御力上がってる。覚悟しろ。前って軍師の知略の防御力になるとかじゃなかったっけ。ちょっと仕様変わったのかな。ここです。突きあり。これにて幕とさせていただこう。おめえ。お、敵の罠を撤去しました。この程度の罠に引っかかるなどありえませんな。さすがや。参ります。タゴやりおる。負け戦かよ。覚悟しろ。お覚悟願います。これはね、軍師カンパのいいとこが出ましたね。あ、軍師言軍師、あ、そっか、軍師カンパとちょっと名前が違うか。力負けするとはな。ゲチ始めるぞ。やりたい前へ。敵の居所あだ知れました。ゲチかかれ。ケツをつつかれてしまう。やりたい前へ。参ります。始めるぞ。始めるぞ。お覚悟願います。やりたい前へ。
これは敵を全滅させるつもりでいきましょう。やりたい前、やりたい前。敵の居所知れました。やりたい前。オッケーオッケー。参ります。ここで3本矢。我らが力示すは今ね。これはねもう完全にねタゴですね。本当というかタゴが一番キャラクターが濃くてしょっちゅう顔出すんで。やりたい前、始めるぞ。もうあとは任せましょう。やりたい前。これほどと覚悟なき者。なんかね、あの普段のマップとね、色と形が違いすぎて別空間感ありますよね。やりたい前。この勝ちがよし、明日を切り開く。11940壊滅。これでこれだ。このタイミングだ。このタイミングですね。逆進行で、関心はね予策じゃないでしょうかね。予策はあんまりそういう働きしてないかもしれないけど、一回騎乗して本当はね今すぐ行きたいんだけど、さすがに2400ではね、一回騎乗しよう。やっぱりで、お、真田はガモンを攻めた。いいんじゃない。で出撃しましょう。この部隊を川越に行って岩槻城攻めましょう。岩槻落とせば江戸が見える。あれ、江戸の町なんか結構立派になってません？これなんか江戸の町感があるな。生意気だな。生意気な立派さだ。いいな、いいね。いやー、これはお江戸が見えてきましたよ。よし、というわけでちょっとここで一回休憩を挟んで、後半といきましょう。次がね最終回かな。次が最終回になるといいな。次が最終回になるといいなぐらいで、はい。じゃあ一回これでここで5分休憩に入ります。皆さんお疲れ様でございました。また5分後ぐらいかなに再開いたします。では一旦失礼します。